切な親友どこ行った？助けて。お弁当ね。もちろん嘘です。あれ、振られたことないからよくわからないな。このクラス、俺への誤解が蔓延している。いや、見てない、見てないからな。飲むには最適な一品だ。便所飯だと。夏の魔法というやつですね。うまい。へえ、まさかな。そうめんって隠語じゃないよね。合法。よくわかんないけど、よくわかった。夏休みに女子と二人で喫茶店。これはやはりデートというやつではなかろうか。いっそ殺してくれ。なんで俺はこんなところにいるんだ。アヨン系、俺にも少しはいい格好をさせてくれ。俺にくれるの？つまり俺に食べ物をくれるってこと？何？俺を褒めたいのか。いいぞ、遠慮せずにガンガン褒めてくれ。なんで幽霊が死ぬんだ。脚本がダメだな。一人になるとか言うな。思ってた大人のデートと違う。